のぶでーす。ミキティです。ハプスラ TV。いやー、みんなに元気じゃまー。そこも噛む。噛んだね。元気って何だ元気だま。いい感じで噛んでございます、はい、今回も。はい、今回はね、あれね、ボキボキ生態です。ボキボキ生態についてちょっと語ろうと思います。はい。私はちなみにカイロの学校を卒業していて、その学校で教わったのはやり方ですよね、うんうんうん、でもそんなもんなんですよ、やり方。でも彼の専門学校2年とかあるようなのは細かく、うんうん、やってる学校ももちろんあります。だからまちまちってことね、理科の学校がいっぱいあるので、うんうん、何が習いたいかって言ったら、うん、私も最初でしたけど音を鳴らせたい意味で言ってるんですよ。確かにお客さんもなんか音が鳴ったら正解かもって思ってる、ね、思ってる人いるでしょ、うん、あと私が彼の学校行ったのは、うん、お客さんで普通に私はどっちかといえば生態指圧系の経絡でやってたんで、ツボとか経絡の学校を出たので、うんうんね、そこをやってたんだけど、うん、お客さんに言われんのよ、ボキボキできないのみたいな。あ、ボキボキでね、慣れちゃってる人たちって それが気持ちいいと思っちゃってるので。私はやっぱ言われないのは女性だから。あ、女性だからかもしれない ね、うん、って言われだして、うん、で月一昔の生態仲間の勉強会があって、それはね、うん、みんなで練習してたの。バキバキボキボキも、うんうんうん、こうやってやるんだ、ああやってるんだ、うん、あとできる先生がいたんで、うん、教わったりしてたけど、ちゃんとちょっと教わろうと思って行った。でも行った学校は結局、うん、やり方首だったら、はい、牽引してソックスして伸展させて、はい、アジャストみたいな、うん、そういう一応理論的なことは、なんていうの、理論じゃないじゃん、なんていうの、やり方、確かにやり方だけを覚える。そうそうそう、うん、でも結局今もその学校もそうだし、他の学校もそうなんだけど、うん、アジャストが危ない、まあまあまあ、危ないっていうことで結構なくなってきてるんですよ、学校で、うん、教えなくなってきてる、うん、国家資格の調整とかもそうだらしいんだよね。昔調整って言ったから、うん、いや、もうなんかそういうイメージでしょ、うんうん、調整学園の人たちってもうすごいんですよ、うん、私仲間でも何人もいるんですけど、うん、もうね、強制の仕方がね、半端じゃない、怖いぐらいハード腰のランバーロールとか俺がやってるような可愛いもんじゃなくて、うん、もうバゴーンってかっこいい、バゴン、首なんかバゴーンって、みたいな。いや、ほんと胸椎とかも頸椎もやばいんですよ、ほんとに。でもそれが学調整でも教えなくなったんですね、もう、うん、ちえちゃん見てる、ちえちゃんから言ってた、女の人、ちえちゃんはどう、ちえちゃんの時はもうあれだって、あ、もう教えいや、教えてなかった、教えてない、ボキボキバキバキは教えてないって言ってた。だそうなってきてる、うん、あと保険も効かないですからね、生体とかセラピスト保険あるじゃないですか、施術者保険ってやつ、うんうんうん、あれも頸椎は、ね、あれ厚生労働省で禁止されてるので、うんうん、禁止されてるんですよ、うん、もうお国から、うん、だから保険は下りないと、うんうん、それで何かあった場合ね、うん、その因果関係を見つけるのはやっぱ別の話として、うん、それは難しいので、うん、でも危ないっちゃ危ないですよ、ちゃんとやらないと、うん、だってそんなリスクを負ってやりますって話もあって、うん、でも SNS ではバズるわけなんですよ、まあまあ そうですね、そういうのが。なんかね、私も聞いてて気持ちいいっていうか、そういうことなんだよね、うん、でもなんていうんだろう、検査も しないでやってる先生方のたまに見るとちょっと怖いなとか思って見てたりしてます、うんうん、いつも、うん、まあでもいい悪いはまあ全く別だし、うん、実はちゃんと検査してからのアジャストをしてるかもしれないし、ちょっと動画ではね、うん、何とも判断できないんだけど、見てて怖っっていうのはもちろん全然、うん、やるプロならではの目線だよね、うん、で、うん、カイロとかボキボキをやってない人は、うん、なんていうの、言えないというか、うん、反論もできないし、うんうんうん、説明もできないので、ただみんなからボキ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 危ないよっていうことだけで、うんうん、こんなのでダメだみたいな刷り込まれてる人、ああそうね、分かってもないけど、うん、言うっていう人もいるよね、いるよね。私も多分なんかそのやっぱり亡くなった事例があるとかあるじゃん、海外とかでもさ、はいはいはい、でそういうのを1個2個聞いたら、あ、もう怖みたいな、そう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 、よく分かんないけど怖みたいな、よく分かんないけど強いタイプだったと思う。そう、私も最初の学校はそう教わってたので、うん、お客さんに言われたいって言われた時は、うん、よくないですよって、うん、ね、ボキボキ生態よくないんですよっつって、うん、でもなんかその自分がこう受けてて、もうね、正直のぶちゃん以外には怖くて頼んだことないんですよ。そうで、もうこれが何ていうのかな、その自分に、うん、
あの自分にとって正しい、うん、なんか隙間作りというか、うん、そういうのだって分かってる、うん、自分の体感として、うん、だからであと今まで受けた人がやっぱり、うん、うんうんみたいなところに出てる人もすごいいい人もいると思うんだけど乱暴あ雑っていうのをやっぱ受けて気づいちゃったそうだからちょっともう怖くて受けれない。店長やってましたって人のやつを私受けてきてるから基本的に店長レベルってそうなんだね。店長レベルでもそう結構なんかあそれはもう首丈夫な人じゃないとねみたいな。あそういうのもあるんだよね、うん、だから首の筋肉硬いままもできないんですよ。やったら事故につながるんだよ。あのほぐしてからやるの基本だからね。だからそういうのをやってて SNS 出してるのかなとかすごい微妙その辺。でもこの業界にとっていいか悪いかっていう話なんですよ。でもそれもお客さん次第じゃない、うん、お客さんがねそれでやってほしいって言って、うん、ああさっぱりして帰れたって言ったらそれはそれで正解だろうし、うんうんうん、でもリスクがあるってことまず、うん、あとさっき言った亡くなっちゃっ ちゃった人なし、うんうん、あの昔 あの名前はもちろん出せないんだけど、うん、います、うん、同僚でいるんですよ。マジで一緒に勉強会やってなく仲間でお客さんにやって、うん、その後多分だけど、うん要するに因果関係は分からないのであれなんだけど、うんお店出て帰り際歩いてたら倒れちゃって多分一気に血圧が上がっちゃったんじゃないかというかもしくはあの一気に回っちゃって、うん、脳がとか、うん、心臓がとかちょっと分からないけど、うん、それで亡くなっちゃっちゃうケースはあります。それで手術家は続けられてるんですか。それであの、うん、そのおばあちゃんが、うん、のご夫婦 あの子供が旦那さんか旦那さんで、うん、その奥さん2人も来てたんですよ、うん、お店に。でその人先生なりも知ってたし、うん、あの穏便に、うん済ませてもらったんで何でもないんですけど、うん、私の周りでもいるってことは、うん、あの世の中のニュースに出てないだけでいるはずなんですよ、うん、そうですね。それ自体がテレビには出てなかったんですね。そうテレビは全然出ないですよ、うん、そんなことだからいるってことね。だから、うん、年配には絶対やらない方がいいです、うん、まずは、うんうんうん、いきなり体の変調が起きる場合があるので、うん、私も年配の人はやりますよ、うんうん、やらないけど、うん、追い立ての時期はやりたいって、うん、そういややりたいでってなっちゃうの、うん、お客さんいっぱいできたからね、うん、変な話私もみでやってたのに、うん、ちょっと覚えたからってお客さんにやりたがっちゃって、うん、それであの来なくなったお客さんいっぱいいました、うん、だってあのうん、ねやりたいだけなんで、ね、ちょっとお客さん怖いんだから怖いのにやっちゃってんだからっつって、うん、もう何も言わずにいなくなるんでお客さん、ね、来なくなるんですねっていうのがあるので、うんうんうん、まあそういうこともあったってことね、うんうん、だから私の場合は基本的にだから説明的には、うん、あのサブラクゼーションっつってあの頸椎自体、うんうん、まあ頸椎も腰椎も全部脊髄なんだけど、うんうん、この動き、うん、動きが悪いところを、うん、引っかかる引っかかるとこ、うん、でそれを動きを良くするという意味でやってるんですよ、うんうん、しかも例えば極突起がこっち側に行っちゃってるのが分かれば、うん、それを戻す方向にしかやるんですね、うんうんうん、だから両サイド意味なく右左やるってことはしないんですよ、うん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 、それは鳴らすためにやってる人多いじゃないですか、うんうん、で鳴らすことがあの正解ではないんですよ、うんうん、動きが取れれば正解なので、うん、何回もやる必要ないしね、うん、だから音鳴らなくても検査してでも大抵はポキッとかいかないと、うん、あの歪み取れないんだけど実際はね、うんうん、でやる意味としては、うん、あのいるんですよあの首なんか特にほぐしとかストレッチとか相対とか PDNZ だけでは取れない人たちいるんですよ、うん、もう根っこから、うん、ちょっと奥だったみたいな そう、うん、そういう人はあの矯正が必要なんですよ、うん、そういうためにやってます、うん、それをちゃんとお客さん分かってんだよね俺やってる時に、うん、こういきなりやらないんでね、うん、あの僕ちで、あ、取れないね、なかなかって、うん、本当だみたいな感じでお客さんとこうコミットしながらやってるんで、うん、で、いろんなストレッチかけてこうステアステップやったりね、いろんなことやってて、うん、まあ、取れないねって、牽引回線とステアステップってかなり、うん、あの矯正の意味があるんで、うん、8割、9割であれで取れちゃうんですよ、うん、組み一気にやることになっちゃうんで、うん、でも1割の人が取れない人がいるんで、その時だけ使うんですよ、うん、だからお客さんにいろいろやってて取れない場合は、うん、お客さんとこう共有し合ってるので気持ちを、うん、これ痛い、あ、取れないねって、これちょっとここだけ動かすねって言って、うん、プッてやるだけなんで、そしたら、あ、取れたねみたいな、うんうん、そこをやってますっていうだけの話なんで、うん、難しいでしょ、ここまで聞くと、うん、まず検査ができないといけないので、そう、うん、あと私中指は基本触診
あ、ね、言いますね、うん、いうのポイントなんで、うん、これ中指の感性がものすごい強いんですよ、うんうんうん、っていうか中指の感性を強くする練習をめちゃめちゃやったので、これは椎名塾に来てもらえれば、うんうん、あのやり方とかもあるし、うん、あと塾長チャンネルの最初の方に載ってるかな、うん、いやあのここの感性を上げましょうみたいな、うん、アップデートも出してるか、うん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 、あれやった方がいいですよ、本当に。でも今回森内先生の場合は、うん、もう手自体を柔らかくしましょうって言ってました。確かに私よく気使ってたもんだし、あの、夏でもなるべくこう保護しましょうみたいな、温かくしましょうみたいな、だから手のケアですよね、あとよくこう手の関節を柔らかくしてましょうみたいな、これタクちゃんも言ってたのかな、あの手をとにかく柔らかくしましょうみたいな、これがね伝わるんですよ、ね、柔らかさが、あの触った時のこのいい感じが、そうかも、そうゴツゴツした手より、だからねよくね最初の学校では、うん、トレーニングでガツガツやると手硬くなるからねって言われて、あ、そう、うん、ダンベル持っておやーとかやってると、うんうん、でもやってたけど素質はあるからね、柔らかめの人とかね、多分柔らかめの人柔らかめの人なんですよ、うん、今回だからね、うん、森内先生じゃなくてその前の名前が出てこないぞ、うん、あれごめんなさい。純ちゃんのセミナー、はい、純ちゃんのセミナーの先生、うん、福田先生、うん、あ、福田先生、うん、福田先生の手がね、女の子みたいな、このマショバロバみたいな、めっちゃさ、もうみんなかじりついてる、福田先生の手、ああいう色ですよとか言いながら、触ってたけど、柔らかいの、うん。だからそういう感性の方が、何するんでも、うん、あの、やりやすいと、うんうん、森口先生が言っておりました。森口先生はねこう例えばアジャストをする、うん、このなんていうの技術じゃなくてアジャストする体になりましょうみたいな、うんうん、そこから教えてるからね、うん、その人本人なりの、なるほど、すごいな、うん、深いでしょ、うん、アジャストする前 の、うんあのうん、そもそもその人が、うん、アジャストできる体に な、うん、なりましょうって、だから柔軟性含めて、あと結構腕立てとかしたりね、いやもうちょっとねパワーも必要、パワーそうそう、うん、ちょっとしたパワーも必要だしとか、うん、もう、もういろんなことを見てください、うん、やってるからみんなでおーすごいとかね、いろいろやってましたよね、うん、面白いなと思ってた。でも本当に簡単になんか安易に好奇心だけではできないやり、うん、なんか主義ってことだよね。あそう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 、うん、あと、うん、みんなあれだよ、バキバキボキボキなってるからすごいっていう業界にはしたくないんですよ、うん、私たちでは、うんうんうん、まあ、確かにもう昔そうだったように、うん、すごいとか、うん、なんかすごいじゃんって鳴らせられることがすごいじゃんみたいに思ってた時期もあるし、うん、実際そういう人が多いじゃない今も、うん、見ててすごいってなってるわけですよみたいな、うん、で得意げに先生方がバーンとかやってさ、うん、あーすごいみたいな、うん、みたいななっちゃうので、うんうん、すごいっていうか、あの関節鳴ってる音はみたいなね、うん、関節鳴ってる音は調べてもらうと出るので、うんうん、説明すると、あ、私もうめちゃめちゃ変なこと言っちゃうと思うんで、うん、調べるとわかります、うん、はい、あの意味がそこが鳴ってるんだっていうのがわかるんで、うんうん、だからそういうふうにはしたくなくないっていう、うん、ちゃんとやってる人たちももちろんいるからね、うん、そういう人、森口先生みたいにやってる人のところに教わってからやりましょう、うん、そうですね、なんかちょっと違うなっていうやり方を受けて、私みたいにさっきの股関節とかも怖くなっちゃってる、うん、ドラマができちゃってるみたいなのとかがもったいないですもんね。いや、もったいないし、うん、この前のセミナー行った時も、うん、あのね、背中痛くされちゃったって、胸椎のアジャストで、うん、でセミナー中、あー今日来るか迷ったんですけど背中痛すぎてみたいな、えっ、ー、つって、どうしたのって言ったら、わ、某カイロプラクター、多分千奈さんも知ってるかなみたいな、先生のところでやったら痛くなっちゃう、強かったのかな、たいや多分外してるんですね、あと肋骨ちょっと肋骨に行っちゃってるんですね、ちゃんと起立筋のラインの矯正なので胸椎はちょっとでもずれると肋骨じゃない、ボキッとかやると肋骨に多分こう、そうか、痛めちゃう、痛めちゃうんですよ、バーンって多分それで打ち指みたいになってて、結構な痛さだったから、うん、私もさ、この間さ、それじゃないんだけど、うん、ゴリゴリゴリってやられたので、うん、で、痛くなっちゃったの、言わなかったっけ、私、あれ、心電図とか全部取りに行った、あの左側だったんですよ、たまたま痛かったのが、うん、でもう本当になんかかなり痛くて、うん、3日ぐらいは我慢したんだけど、うん、これもうダメだと思って、心臓だったらやばいと思って、うんうんうん、行ったら、すごく元気な心臓ですって言われたんだけど、でもやっぱある、そう痛めちゃうことはやっぱ、うん、俺もだから去年ずっと痛いって言ってたじゃん、あったよね、あれどうだったの、あれね、うん、結局半年かかったのかな、いろいろ
いろいろあの、うん、スゴーデ先生とか言ってたけど、ね、矯正とかもしたけどそんなに変わらず、うん、結局なんだっけな、何かで取れたんですよ、うん、何かをやったら何あ、あれです、うん、私の言う表裏一体です。あの大胸筋ってあんま鍛えるの好きじゃないんですよ、うん、こう大きくなりたくないっていうか、かっこいいと思ってないので、私は息子とかバーンってなってるけど、あんま好きじゃないっていうか、なんだろう、そうなんだ、だってあ、ね、大きくすると筋肉のつけ方もみんなそれみんな同じとこ目指してるのかと思ってた。違うんだ私はどっちか美ボディっていうか、あの、細すぎずちょうどいいぐらいがいい、ちょうどいいぐらいがよくない、プリマッチョじゃないとか、プリマッチョの細マッチョまでもいらない、ね、うん、ちょうどいいぐらいの体型だじゃない、だからそれを目指してちょうどいいくしてるし、いつもちょうどいいぐらい、だから胸が好きじゃないんだけど、胸のトレーニングも取れるから取れた。私背中のトレーニングはね、姿勢よくするために結構やるんですよ、こういうのとか、こういうのとか、下からとか、うん、やるんだけど、ここやってないので、多分バランスが悪くなった。前どうやったの？あ、こういうのとか、あとこういうのとか、いろいろあるの。あと上からラットプルダウン、下からこう、あと逆転もあるし、下がってもあるし、気持ちいいでしょ？肩甲骨するとめっちゃ気持ちいいの、これ。手を変え、あの回す、ね、向き変えるだけで全然気持ちが違って気持ち。ああ、そうそう、変わるから、効き目は、うん。これをやったりとか、背中をやるんですけど、うん、胸はほとんど、あのたまに軽くやるぐらいだったんだけど、で、胸をちょっとやったら取れました。うん、背中ちょっとは、たまになるからやろう。うん、胸やった方がいいと思います。反対側やりましょう。長くなったね、はい、またね、はい、ということでちょっとミキテの首を見て私のやり方をちょっとさらっと、ね、うん、うん、いい感じにいっちゃってます、いっちゃってますいつも通り、はい、いつも通り、うん、で今後あれだよね、うん、言ってた今8500人超えてきてて、あ、そう、まあ1万人なのかな、最初8000人でなんだかんだ言ってたけど、1万人をめどにメンバーシップをちょっと考えてやろう、うん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 、そこではもっと細かくあのやり方とかね、うん、あのそうですね、うんうん、有料系を出していこうかと思ってます、うんうん、だから今日も、ね、あのババッとはやりますけど、うん、そういう細かいと、もっと細かいことは、うんうんうん、ちょっとメンバーシップの方でやっていきましょう、うん、まだ何も決まってないけどね、はい、はい、いやでもね、私は、うん、あの、うん、正直、うん、私ほらフェイシャルが一番長いから、うん、そっちをやりたい、で、うん、フェイシャルの主義ってもう本当に、うん、あのかなり多いと思うんですよ、ああ、いいじゃないですか、それを やりたいかな、うん、で、やっぱりあのそうだな、なんかやっぱ今までも有料で教えたりしてた分、うん、あんまりこう動画では出せなかったから、うん、そのがっつり出すのはそっちかな、やっぱ、ああがっつり、あのそのメンバーシップの方じゃないとやっぱり出せない主義があるかな、ああなるほど、まあだからフェイシャルに限らず、うん、だってアロマも多分いろいろあるし、うんね、声優の活用方法とかいろいろ細かい部分あると思うんで、うん、あ、私の方は、うん、あの結構塾では細かくね、うん、塾生さんも多分見てると思うけど、うん、細かくやるんですよ、うんうん、細かく内容多くやりすぎていつも時間がない、うん、時間がないって言ってやっちゃうんだけど、うん、本当はだってセミナー見てるとみんなね3、4時間のセミナーだったら主義がもう2個3個真剣になら、うん、覚えましょうみたいな、うんうんうん、俺10個ぐらい出しちゃうのね、うんうんうん、だからそういうあのカプセル出してない部分ももちろんいっぱいあるので、うん、そういうのも出していこうかなと思ってます、うんはい、うん、そうだね、全然最初プラセボ効果の話しようって言ったら全然違うわ、あの話どこ行ったちょっとトークバージョンでプラセボのことだけこの後撮りたいと思います、うんうん、はい、はい、ということであの、はい、ちょっとミキティの首だけちょっと軽くやります、はい、じゃあ行ってみましょう、はい、行ってみましょうじゃないな、せーの、レッツゴー、行ってみよう、じゃじゃーん、ちょっと首バージョンですね、矯正ですね、まず検査いきます、動き見ます、頸椎のね動きを見て、ちょっと斜めアングルなんで横にしようかな、横の方が見やすいかな、よし、中指でなんか左の方が当たってる、痛いな、うん、それをお客様とコミットですね、これが痛いですね、うん、で動きを見ます、うん、2番から見ますね、基本私は2番、あー3番もありますね、4番筋肉の硬さを見るのと
モビですね、動きを見てどっちの方が行かないかを見てます。カエルの場合は行かない方を行かせます。硬い方痛い方を行かせます。基本ね、それ基本のあれね、逆バージョンもあるからね、でもそれ基本としてはあります。あ、ここから反対がありますね。本当だ、うん、反対です、こっちですね、うん、で6番からちょっとね、ここだけで触れなくなるんでね、ちょっと潜り込ませる感じになります、うん、ここです、うん、で7、こっちでね、ここ、うん、そう、7の矯正とかもあるんだけど、わあ硬いね、ほんと1、胸椎1、ああもうだからあれですね、 C7 と T1 が勝手に、だからここ固まるんですよ、肩こりバージョンのとこなんで、ああ、うん、ちょっとね、リラックスさせてね、ほぐしてからね、前も言ったけど、うん、こっちのほぐしめっちゃ気持ちいいからね、こっち、これ、うん、ちゃんと健康虚筋に当たるかな、ね、うん、聴覚痛くないのがいい。 いや結構痛い人いるじゃん。いるよね、多いよね、うん、自分もそうだけど、想像よりやりすぎてるんだよね、え、そう、やりすぎてる、みんなやりすぎてますよ、うん、もうちょっと緩くていいですよ、うん、なんかた強い方が効果高いんじゃないかってね、思っちゃうんですよね、昔そうでした、私も言われちゃうしね、お客さんにね、強くしてとか、うん、してとかね、でも言われないんだよね、そうなのよ、うん、私もかなりソフトになってきてるのに言われないです、うん、はい、この意味はね、メンバーシップでございますね、うん、そういうところも、うん、確かに、うん、でまず今こう左側の234、あと1番も見ておきましょう、1番、おやば、これお怖いかこれやべ、これはどっち、左、もう両方痛いか。痛い。うん。ああ。両方痛い。痛い。痛い。でも左の方痛く感じる気がする。痛い。うん。これ痛いね。あの、ケイト一番は触れませんって学校で教わってきたんで、うん、触れるじゃん。うんうんうん。って言って、俺はね、学校時代に、触れるじゃんって騒いでましたし。逆らってきましたね。ちょっと先に牽引ね、軽く、あの、後頭骨のね、牽引。カキングを入れましょう、少しね、この時爪当たらないよね、こう当たってる人いるのよ、こう今わざと爪当てるけど、あこう当てないで、こう腹で、腹でやると当たんないからね、腹、腹、腹で、おお、牽引は寄りましょう、この状態で回旋させます、お牽引が抜けないようにね、うん、牽引、グ、回旋で、ダラーンとして、一回、こう、気持ち、こう、緩めます。うん、まず、リラックスする意味でね、こうやってやった後に、また検査なんですよ。変わったかどうか。おぉ、痛いね、一番は。さっきよりも小さくなった。小さくなった、うん。あ、小さくなってますね。でも、痛みちょっとありますね、っていう。うん、半減するね。うん。牽引回旋で半減します。うん、次、ステアステップですね。ステアステップ、うん、持ち方ね、こうしてね、こう重くないの、重くない、ミキティ、軽い軽い、ね、軽い軽い、なんかパンカーバカにそれはそれで、そう思っちゃうよねそれはそれだ、まあ、適度に重いよって言ってで、チェック1番、あ、1番奥入ったな、が少し、うん、左側が、うん、右は出てるけどまだ、うん、あ、でも動かないのは左ですね、へっこんだけど、うん、ちょっとありますね、うん、ここから変わるからね、4、5ライン、5からか、うん、ここから分かります、圧倒的にこっちの方が悪いので、こういう時にこの後本当はストレッチしたり、他にやる技いっぱいあるじゃないですか、あの取り方、それをやって取れなかった時やるんですけど、ちょっと今日時短でいきますね、だからこれ実際やれて取れませんでした、
でも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。